様こんにちは。いつも好意的にご視聴いただきありがとうございます。この頃はコンプレックスに感じていた地声にもだいぶ慣れてきました。以前の投稿で言ったこととは正反対のことや同じようなことも話しますが、その時に思った本心で話していますので、ゆるーく見ていただけると助かります。今日は前回の続きで車中泊の体験をもとにタイプ別に感じたことをお伝えできればと思います。定年退職して有り余った時間を利用し安上がりな旅をしたいと始めた車中泊ですが、どんな車中泊旅が自分に合っているのかも楽しいと感じるのかも分からなかったので、とにかくいろんな車中泊旅を体験してみようと思いました。もともとアウトドア経験もないのでやってみないと分からなかったというのが本心です。前回は一番やってみたかった観光車中泊旅と早朝登山のための山中車中泊旅を取り上げましたが、今回はキャンプ車中泊と車だけではない島旅車中泊の体験談です。近年ソロキャンプといったワードもよく聞くので、オートキャンプ場にも行ってみました。このキャンプ車中泊も続くかわからなかったので、最初から高額なキャンプ道具を買おうとは思いませんでした。テントもタープも焚き火台も持っていなかったので、どうしようと考えた末、ないものは手作りすることにしました。車中泊すればテントは必要ありませんが、せめてタープぐらいはあった方がいいだろうと思い、家にある適当なサイズのビニールシートで代用することにしました。今はキャンプ場でも直火は禁止されていると聞いて、焚き火台や焚き火シートは DIY することにしました。焚き火台はスチールバケツ、タープポールは100均の突っ張り棒などです。若い時なら人に見られるのも恥ずかしいと思ったでしょうが、年のおかげか恥ずかしさはみじんもありません。手作り焚き火台に合う長さに切った薪も家で用意して向かいました。時期は秋も深まった11月初旬ですが、私のようなにわかキャンパーには絶好の季節でした。焚き火が気持ちよく、虫に悩まされることもなく、景色も最高でした。また行くとすればこの時期しかないとも思いました。そんなことを思うほどですから、キャンパー向きではないとも思います。私の場合はキャンプの楽しさが分かったというより、懐かしさが勝っていました。子供の頃、祖母と風呂を薪で沸かしていて、栗や芋を火に放り込んで焼いた記憶からです。今も田舎暮らしですが、思い出せば昔は毎日がアウトドアのような生活だったようにも思います。小学生だった頃、ストーブ当番の日は焚き付けの薪を背負って学校に行った記憶を少し若い世代の友人に話すと、おいおい、まさか二宮金次郎の時代かと笑われましたが、田舎の学校に通った私はそんな経験もしています。祖父に連れられて山に木こりに行ったような思い出は少しだけ記憶に残っているアウトドアの実体験です。私がインドア派になったのは、毎日がアウトドアのような環境で育ち、大人になってないものを求めた結果だと考えれば腑に落ちます。キャンプでは焚き火で料理をしますが、普段料理をしないので私でもこれは楽しめました。平日でしたが、他にもテントを張られているキャンパーがいるので、同じ山中でも誰もいない登山口車中泊に比べれば不安はありません。このようなキャンプ車中泊はテント泊キャンプに比べハードルも低く、キャンプ未経験者にはおすすめできそうです。キャンプ車中泊では DIY の要素も多く、アウトドア派なら定年退職後の時間を使ってキャンプギア作りをするのもありなように思えます。これまでやった車中泊の分類では観光旅車中泊になるのでしょうが、その中でも島旅車中泊はちょっと変わった旅になりました。
そんな島に行く旅も、最初は橋でつながっている車で行ける島に行っていましたが、だんだんと車では行けない島にも行ってみたいと思うようになりました。私は兵庫県の山あいに住んでいるので、島旅には憧れがありました。車中泊旅といっても、島に車を乗り入れるのではなく、フェリー乗り場の駐車場に車を置いてフェリーで渡りました。島内ではバスやレンタサイクルを使って観光します。このような島旅には、ドライブ旅とはまた違った一人旅の楽しさがありました。フェリー、バスの路線や時間などを調べることも多くなって、旅のハードルが少し高くなります。後で気づきましたが、この邪魔くさいと思うような調べ事や、車と比較して不便だと感じる旅先での乗り物を使うことが、一人旅を楽しくすると感じます。この感覚は、いろんな旅をしたからこそ気づいたことです。これまでにも同じようなことをつぶやいていますが、旅に慣れてくると、少しずつハードルを上げることで旅の楽しさを再認識できる気がします。登山やトレッキング、バイク旅や歩き旅が自分にはハードルが高いと思えるようにです。海外旅でもタクシー移動に比べ、バスや電車移動が旅のハードルを上げてくれるのと同じです。それに、一人旅でフェリーに車を乗せる割高感は半端ではありません。これまで車を置いたフェリー乗り場付近の駐車料金は、おおむね1日500円程度でした。それに比べ、たった20分程度で到着するフェリーに車を乗せるだけでも、往復で1万円ほどもかかります。岡山県宇野港など、近くに公衆トイレがある駐車場では車中泊することもできます。私はできる限り日の出や日没時間を見計らってフェリーに乗ります。そして屋上デッキで日の出や夕日の撮影をしますが、撮影目的がなくても一人旅の旅情気分は高まります。時には私船を使うような島旅で得たのは、どんな旅でも慣れれば飽きてくるので、そんな時はハードルを上げる工夫をすると楽しさを取り戻せると学んだことです。これは旅に限らず、第二の人生の有り余った時間を使ってやりたいどんなことにも通ずる気がします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。